鉄道フリーキップラボ、本日もご乗車ありがとうございます。第9回は、JR 西日本の、元日、JR 西日本乗り放題切符を紹介します。この切符は、元日に限り、JR 西日本の全線か新幹線も含め乗り放題になる、というすごい切符です。それでは詳しく見ていきましょう。まずは切符の有効範囲ですが、これは JR 西日本の全線です。加えて地図急行にも有効なので、特急スーパーハクトは全線が利用できます。JR 西日本のエリアについて詳しく見ていきましょう。在来線はもちろん、新幹線にも乗り放題なので、エリアは広大です。山陽新幹線は九州の博多、そして博多南線にも乗車できますが、それ以外の九州の在来線には乗車できませんので、同じ道を新幹線で引き返すことになります。小倉、下関間の在来線も JR 九州なので、この切符では利用できません。北陸方面も少しややこしいです。金沢までは在来線でそのまま行けます。金沢から先は北陸新幹線です。JR 東日本との境、上越妙高駅まで有効です。新幹線には使えますが、この区間を並走する在来線は、第3セクターとなっているため、こちらにはこの切符で乗車できません。ただし、青春18切符と同じ通過特例が設定されていて、金沢から七尾線に乗り継ぐ場合、IR 石川鉄道の金沢、津幡間、富山から氷見線、もしくは城花線に乗り継ぐ場合、愛の風富山鉄道の富山、高岡間には運賃を支払う必要がありません。高山本線の富山、井の谷間、大糸線の糸魚川、南小谷間も、他の JR 線から孤立しているように見えますが、井の谷駅、南小谷駅は JR 会社の境界で、実際は繋がっていますし、この切符に限っては、北陸新幹線から乗り継ぐことができます。鉄道以外で、これも青春18切符と同じですが、JR 西日本が運行する宮島フェリーにも有効となっています。JR 以外では地図急行線が全線でフリーエリアに含まれているので、JR 線から直通する、特急スーパーハクト号にもそのまま乗車できます。京都市北部の京丹後鉄道線へも、JR からの直通特急橋立号がありますが、残念ながら京丹後鉄道はこの切符のフリーエリアには含まれていません。それでは切符のお値段発表に移ります。元日の1日が乗り放題になる切符のお値段は、普通車両が1万6000円、グリーン車両が1万8000円です。JR 西日本が販売する区画切符は2人以上で販売というものが多いのですが、この切符は1人から利用できます。家族向けには破格な子供料金が設定されているのも特徴で、小児料金は普通車両で3000円、グリーン車両で5000円です。ただし、当然といえば当然ですが、子供だけでの利用はできません。座席の指定は6回までできます。それを超える分も、自由席であれば乗車できます。気をつけたいのは、グリーン車両の切符で、普通車の指定席を使用した場合も、1回にカウントされることです。また、新幹線は同一方向への乗り継ぎの場合、投資の特急券で大丈夫ですが、この切符では指定席の発券は1列車につき1回となっています。例えば、新大阪から岡山までのぞみ号を使い、岡山で小玉号に乗り継いで新倉敷で降りる場合、通常は1枚の特急券で済みますが、この切符で利用する場合は、のぞみ号と小玉号、それぞれに指定席特急券を発券し、指定席発券枠を2回使うことになります。とはいえ、小玉号は自由席に空席も多いでしょうから、わざわざ指定席で乗る必要もないですし、そもそもの発券枠が多いので、狙っての特急乗りまくり旅でなければ、6回分全てを使う方が難しいでしょう。販売期間は12月11日から30日まで。元日の当日はもちろん、前日の大晦日でも購入できないので要注意です。オンラインの、E5 予約でのみの販売なので、窓口では購入できません。利用期間は1月1日、元日の当日のみです。大阪近郊は大晦日から元日の朝にかけて、終夜運転が実施されますから、この時間から活動すれば切符を最大限に使えますが、翌日の行程に影響が出ない程度に留めておきましょう。1月2日にまたいで運転される列車は、その列車の終点まで利用できます。また大阪の電車特定区間内は終電まで利用できます。販売期間が12月11日からなので、始発、終発の新幹線水穂号など、人気の列車の指定席券はその時点で売り切れている場合がほとんどです。行程に余裕があれば前後ののぞみ号や桜号を使うのがベターですが、どうしても乗りたい列車、座席がある場合は、1ヶ月前の12月1日に通常の方法で購入しておき、元日、JR 西日本乗り放題切符を購入してから、事前購入しておいた指定席券を払い戻し、直後に乗り放題切符の権利で購入、という方法があります。払い戻し手数料は捨てることになりますが、人気の列車、座席はこの方法でないと指定席券が取れませんし、新大阪を朝一に出発する、水穂601号などは、12月1日の10時を狙っても指定席を確保できない可能性が高いので、無理せず後発の桜号の利用をお勧めします。それではこの先は、この切符を使った旅行プランを紹介しましょう。まずは新大阪駅発着のプランをいくつか。先ほど紹介した水穂601号は避け、その次の桜541号も混みそうなので、さらに1本後、6時50分発の桜543号で出発しましょう。この新幹線の博多到着が9時27分です。元日なので、ここは初詣に行きましょう。別料金になりますが地下鉄で天神、そこから西鉄で太宰府に参りましょう。太宰府天満宮は学問の神様として知られますが、初詣の定番でもあります。元日乗り放題切符の特典がある串田神社は、地下鉄祇園駅から徒歩で5分ほどなので、時間のない方はこちらへどうぞ。
博多から太宰府までは乗り換え時間も含めて 4,50 分なので往復2時間、現地滞在時間もランチを含め2時間を見て、博多からの帰りは14時前後の新幹線に乗車します。このまま大阪まで帰っても切符の元は取れていますが、時間があるなら広島で下車、厳島神社参拝とお土産にもみじ饅頭、もしくは岡山で下車、吉備津彦神社参拝とお土産はもちろんきび団子で。今度は反対方向、北陸方面への旅です。大阪から神奈川までの往復ではギリギリ切符の元が取れませんが、富山まで足を伸ばせば回収できます。なお、グリーン車両なら大阪、神奈川の往復でギリギリ元が取れます。グリーン車両切符はそれだけお値打ちであると言えます。神奈川で最も有名で人気があるのは、前田利家の祀られる小山神社です。神門の窓のステンドグラスが神秘的な和洋折衷の神社です。霊峰白山を神体山とする白山姫神社も、石川県ならではです。北陸鉄道石川線の剣駅からバスでアクセスできます。時間のない方は、神奈川駅兼六円口の鼓門が鳥居っぽいので、それでよしとしましょう。富山の初詣では、富山城市に近い比叡神社が一番人気です。市内中心にあるのでアクセスも便利です。西日本エリアで神社といえば、外せないのが出雲大社ですね。地図急行にも使える切符なので、周遊ルートで旅行できるのも良いですね。行きは岡山回り、新幹線と特急やくもの乗り継ぎです。やくも1号に乗り継ぐには、前述の瑞穂601号に乗る必要がありますが、やくも3号でも、出雲市駅には午前中に到着できます。出雲大社までは一畑電車を使いたいところですが、乗り継ぎは路線バスの方が良い場合が多いです。帰りは鳥取回り、スーパー松風とスーパー白桃を乗り継ぎます。時間があれば鳥取砂丘で夕日を眺めてからの帰宅もおすすめです。新幹線の乗車距離は短めですが、このルートでも元は取れています。紀伊半島方面は新宮から先が JR 東海なので、折り返しとなります。なお、大阪、新宮の単純往復では切符の元が取れません。ここからは、関西圏以外の地域からのプランを紹介しましょう。まずは九州、広島エリアからです。このエリアはとりあえず山陽新幹線で東進から始まります。一番列車は瑞穂号ではなく、のぞみ号なので、新大阪駅の一番列車よりは切符も取りやすそうです。博多駅6時10分発ののぞみ2号東京駅、岡山到着は7時53分、ギリギリですが特急約も3号に乗り継げます。先ほど紹介した周遊ルートで出雲大社の初詣に参りましょう。帰りはスーパーハットの場合、姫路で山陽新幹線に乗り換えなので、スーパー稲葉利用、岡山乗り換えの方が滞在時間を長く取れます。のぞみ2号の新大阪到着は8時38分です。乗り継ぎは、特急サンダーバード9号、特急黒潮3号、特急コウノトリ3号です。特急サンダーバード9号の神奈川着が11時14分、白鷹562号で、上越妙高到着が12時58分です。博多まで帰る場合、上越妙高駅17時20分発の白鷹569号が最終です。神奈川駅18時24分着、18時42分発のサンダーバード44号に乗り継ぎます。なお、のぞみ2号を寝過ごすと、JR 東海エリアに入ってしまうのでご注意を。次は北陸エリア起点のプランです。こちらはもちろん、北陸本線の静心から始まります。神奈川から大阪方面への一番列車は、5時35分発のサンダーバード2号ですが、富山からでは残念ながらこの列車には乗り継げません。富山発の場合、6時12分の剣701号で出発、神奈川での乗り継ぎは6時45分発のサンダーバード6号になります。サンダーバード2号の新大阪着は8時15分、乗り継ぎは山陽新幹線が8時24分ののぞみ1号となります。在来線各線は、特急黒潮3号、特急コウノトリ3号、スーパーハット3号です。サンダーバード6号の新大阪着は9時18分なので、スーパーハット3号にはギリギリ間に合いませんが、新宮まで行ける特急黒潮5号に乗り継げます。大阪からの往復では元の取れなかった紀伊半島も、神奈川、新宮なら単純往復で元が取れます。初詣では、もちろん熊野三山をお参りしましょう。熊野早玉大社は新宮駅から徒歩、熊野那智大社は紀伊勝浦駅からバスがありますが、熊野本宮大社も含め1日で回るなら、レンタカーの利用か、タクシーのチャーターが必要になります。新大阪駅に戻って、のぞみ1号は岡山に9時9分、広島に9時49分、そして終点の博多には10時52分の到着となります。サンダーバード6号の場合、乗り継ぎはのぞみ7号で、終点の博多には11時57分の到着です。折り返し、最終のサンダーバード49号が新大阪駅に10時58分発ですので、博多18時10分発ののぞみ60号か、18時15分発の桜566号が最終となります。神奈川駅で最終の剣734号と接続していますので、帰りは富山駅利用の方も同じ列車を利用できます。以上のように、新幹線に乗れば割と簡単に元が取れてしまう切符ですが、最後はあえて、特急列車乗りまくりの旅を提案いたします。基本的に電車に乗るだけの旅になりますので、その点はご承知おきください。出発は新大阪駅です。瑞穂601号ほか、早朝の新幹線の混雑を避け、まずは在来線から攻めます。今回は特急に乗りまくると言っても、新大阪から天王寺とか、京都まで、といった使い方で数を稼ぐのではなく、ある程度の移動を基本とします。ただし最初の2本は新大阪、天王寺の往復となります。新大阪6時17分発の、特急はるか1号で出発します。せっかくなのでこれで関空まで行きたいのですが、天王寺で下車します。折り返しは天王寺7時1分発、特急黒潮4号です。黒潮4号は、今後数年で引退も囁かれているオーシャンアロー車両で運転されます。
新大阪から乗車するのは、JR 東海の特急ワイドビューひだ25号です。始発の大阪駅が8時2分、新大阪駅は8時7分発です。編成が3両編成と短いので、自由席利用を考える場合は大阪駅に向かう方が良いと思いますが、カミンズエンジンを鳴らせて侵入してくるキハ85系を新大阪駅で待ち伏せる、というのも捨てがたいです。なお、新大阪駅乗り換えの場合、待ち合わせが40分ほどあるので、朝ごはんはここで調達するのが良いでしょう。特急ワイドビューひだには米原まで乗車します。およそ30分の待ち合わせで、名古屋からやってくる特急白鷺3号に接続。白鷺号は鶴ヶ間で、鶴ヶ駅の待ち時間は15分ほどです。特急サンダーバード82号で、再び大阪へ戻ります。なお、サンダーバード82号は多客機の臨時列車となります。定期列車は鶴ヶ11時16分発の特急サンダーバード16号となりますが、サンダーバード16号では、次の大阪駅での乗り継ぎができません。ただしその先の区間に関してはリカバリー案もあるので、後ほど紹介します。サンダーバード82号の大阪到着は12時7分です。乗り継ぎは大阪12時22分発の特急浜風3号です。姫路での待ち合わせはちょうど1時間あります。ここでお昼を調達しておきましょう。姫路城は中まで入っての見学には時間が足りませんが、近くまで行って外観を見学することは可能です。姫路から乗車するのは地図急行直通の特急スーパーハクト7号です。姫路駅は14時21分発ですが、この列車の始発駅は京都です。鶴ヶからの乗り継ぎがサンダーバード16号になった場合、京都、大阪からこのスーパーハクトに乗り継ぐか、新大阪から山陽新幹線で姫路まで先回り、というのもあります。スーパーハクト7号は鳥取に15時52分、終点の倉吉には16時20分着です。どちらで降りても次の乗り継ぎまでは1時間待ちです。少し早いですが、ここで夕食を調達しておきましょう。乗り継ぎは鳥取駅17時42分発の特急スーパー松風9号で、米子には18時44分に着きます。米子から伯備線、岡山方面は最終の特急やくもに間に合います。国鉄381系で運転される特急やくも30号は、21時36分に岡山に到着です。最後はようやく新幹線です。今回のプラン、ここまで在来線特急の乗り継ぎでしたが、ここまででも元は取れています。岡山駅に12時ちょうど発の新幹線桜572号に乗車します。これで新大阪まで行っても良いのですが、姫路で下車します。この旅の最終ランナーは、姫路駅に12時44分発の新幹線小玉762号です。みんな大好き500系の小玉号で、新大阪には23時18分に着きます。最後、大阪駅までは特急サンダーバード50号が利用できます。500系小玉に乗り換えず、桜572号で新大阪まで来れば、最終の特急はるか60号に乗り継げます。鳥取で特急スーパー松風9号を待たなければ、すぐの乗り継ぎで快速鳥取ライナーに乗り継げます。これの米子駅到着が17時42分で、一つ前の特急やくも28号に乗り継げます。やくも28号は岡山駅に20時24分着、乗り継ぎの新幹線は各自確認ください。長くなりましたが、これで元日 JR 西日本の旅行代切符の紹介は終わりです。1年に1回だけの切符ですが、最近は知名度も上がってきており、鉄道マニア以外の利用も増えてるような印象です。人気の集中する列車は指定席の確保も難しい場合がありますので、旅の計画はお早めに。次回は JR 東海の青空フリーパスと、休日の旅行代切符を紹介する予定です。それでは、この動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。